なしま動画チャンネルカウントです。今日はね、はい、流しそうめんをやりません。何？なんか最近あのタピオカ流すのが流行っててね、私思いつきました。タピオカばっかり流してたら脳がないということで、今日はこちらを流します。じゃあ流し仮面ライダーをやっていきましょう。エントリーナンバー1番仮面ライダージオ、俺は王様になる。エントリーナンバー2番仮面ライダードライブ、脳細胞トップギアだぜ。エントリーナンバー3番仮面ライダーデオ、俺参上。エントリーナンバー4番仮面ライダーカブト、おばあちゃんが言っていた。エントリーナンバー5番仮面ライダーキバ、ウィークアップ。エントリーナンバー6番仮面ライダーディケイド、なるほど、だいたいわかった。はい、というわけでルールは至って簡単です。仮面ライダーをいっぱい取った方が勝ち。まあ順番にやっていきましょう。じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、じゃあかなとくん先行。はい、スイッチオン、スイッチオン。さあ、カブトがゆっくりゆっくり滑り降りております。あの、なかなか思ったより滑らない。あれ全部取れちゃうんじゃないこれ。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。ちょっとね、あまりにも滑らないので、ルールを変更します。はい、思わぬハプニングがあったということでルール変更で、無難な指人形救い的なものになってしまったんですが、これでやっていきたいと思います。はい、ルールは簡単。30秒以内に何個取れるか、相手よりも多く救えるかです。はい、じゃあいきますよ。はい、よーい、タッチ。さあ頑張ってください。お、いいじゃない、いいじゃない、上手上手。しおんくんもお箸上手。かなとくんもお、いい感じ。止まった止まった止まってるぞ、止まってる。チャンスタイムだ、チャンスタイム。さあ頑張れ頑張れ頑張れ、埋める。頑張れ。お、あと、はい、4、3、2、1、ブブー。これさっき落ちた。はい、ストップですよ、やめてくださいね、止めてくださいね。もう鬼だ。カナト君こんな感じ、シオン君こんな感じ。結果発表、じゃあ1個ずつ出していきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7。おお、ジオンくん、8、9、9。はい、というわけでかなとくんの勝利。イエーイ。残念だったね、ジオン。ていうか兄さん、うん、あのね、なんか十王者とかが一番取りづらかった。十王者なんかね、首が滑ってトゥルって。でも、シュンはね、ちょっとシャークが一番取りづらかったから、多分シャークが一番残ってると思う。シュンはバイキンマンがツルってなっちゃった。ツルってなっちゃった。バイキンマンが、でも取れたんでしょ。うん、はい、はい、というわけで、うん、これで終わったらなんかつまんないからね、ちょっと流行りにも乗っかっておこうかな。タピオカ流そう。はい、ま、指人形を流してたので洗ってきました。はい、ここにね、また水を流していきたいなと思うんですけれども、はい、タピオカといえばミルクティーということで、ミルクティーを注いでいきたいと思います。イエーイ。流していきます。はい、ねえ、ね、なんかチョコ溶けた
板チョコが流れてるみたい。あのこのミルクティーは撮影後美味しく飲みましたってテロップ入れといて、うん、家族で美味しく飲みましたって、うん、捨てないからね、マジで、うん、マジで捨てないよ、うん、上がちょっと流れてる。オッケースイちゃん、ミルクティーが上に上がって来ては今来てません、うん、あれまだ来ないね。来てください。ミルクティーだと上がってこない。お願いします。あれかな、重い、あの液体の不純物。ゆうそん、出しま、またしてもトラブル。ミルクティーが、上がってこない、うん、ちょうどあそこがねマックスの線がここにあるんですけれども、うん、マックスギリギリまで入れてるんだけどミルクティーが上がってこない、うん、重いのか、うん、ミルクティーが、うん、ミルクティーが多いすぎて、うん、使用できないっていう。いや違うよ、ちょっと少ないんだと思うよ。さあそれじゃあね、ちょっとしょぼくなっちゃったんですけど、タピオカー、どうもースイッチオン、スイッチオン。さあタピオカどこにあるかわかんなくない？うん、これいいじゃん、なんかね、逆にむずくってちょいちょい顔出すんだよね、ちょい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 、難しいじゃん。でもスプーンだからね、はい、すくえると思います。うん、これね、どんどんあるから、うん、わかるわかる。じゃあいくよ、わかる、レディーてててててて、頑張って。なんかこう、作った方がいい。これ全然作れないね。でもね、これ水でやってもこの流しそうめんの機械が黒いからやばい、やばーい。3、2、1、ブブね、むずっ。スプーン変えよう、スプーン、スプーン変えよう、もうちょっと、あ、じゃあレンゲにしよう、うん、レンゲレンゲ、よしー、ポーベビータイム、チクチクタクタクチクチクタクタクチクチクタクタクチクチクタクチクチクタクチ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 ク。はい、スプーンがちっちゃすぎるということでレンゲに変更しました。これでまた30秒やっていきたいと思います。はい、よーい、ダッ。さあレンゲだからね、すくいやすいと思う。よっしゃ、すくえた。こぼさないように気をつけてね、そっとそっとね、あの美味しいミルクティーだからこれ。そう、器近づけて、はい、器を近づけて、もっとね頑張って取ってください、取ってください。はい、さああと15秒、半分過ぎたよ。そっとだよ、そっと。さあしかももうミルクティーしか入ってない。塩ミルクティーしか入ってないように見えるんだけど、はい、5、4、3、2、1、ブッブー。はい、というわけでね、すくえた、すくえたよ、すくえたかな。塩結構入ってたよ。あの今ちょっとミルクティーだけど。はい、じゃあね、どれぐらい取れたか、まずこれはしおんくんのですね。しおんくんはほっ、お、分かりづらい、分かりづれー。あ、でもなかなか取れたんじゃない？うん、ね、何個？分かんない。はい、で、かなとくんのが、あ、僕、僕ね、すの僕数えたけど4個。うん、数えて4個だった。さあ、こんだけでタピオカミルクティーが、完成しましたね。はい、はい、どうぞ飲んでください。はい、いただきます。いただきます。どうですか？またタピオカが。どうですか？あ、タピオカが詰まっている。タピオカが詰まっている。一回一回ダメだこれ。タピオカの方がでかかった。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。